ミンダウガス、ミンダウガス、1203年から1263年9月12日は、初代リトアニア大公、在位、1236年頃から1263年であり、唯一のリトアニア国王、1253年大観。その出自、前半制内視対等に関しては、わずかしか知られておらず、1219年の条約ではの一人として、 1236年には、全リとアニア人の指導者として言及されている。同時代及び現在の資料によるミンダーガスの対等は、対抗者の追放ないし暗殺を伴う、政略結婚について言及している。1230年代から1240年にかけては最南端に領域を拡大している。1250年、 内視1251年のリトアニア内部での権力、闘争時にはカトリック教会の洗礼を受けており、これによりリトアニア人の長年の敵であるリボニア騎士団との同盟を可能にした。1253年の夏には30万人から40万人の臣民を統治するリトアニア国王として退官した。ミンダウガスの10年に及ぶ統治は、 国家建設の業績で印象付けられる一方で、親類やその他の公との争いは継続され、西部リトアニアにあるジェマイティアは、ミンダウガスイコールリボニア騎士団同盟の支配に対して強固に抵抗した。ミンダウガスが得た原リトアニア最南端は、モンゴルの攻撃を受けていた。ミンダウガスは1261年にリボニア騎士団との和平を破棄しているが、この時に、 キリスト教を帰教した可能性が高い。そして1263年に、オイトレニオタ、そしてまた別の対抗者であるダウマンタスによって3人の息子と共に暗殺された。混乱は、1270年頃に、リトアニア対抗の称号を得た、トライデニスが出現するまで収束しなかった。ミンダウガスへの評価は、幾世紀にもわたっても定まらず、加えてその子孫は明らかではないが、 19世紀から20世紀にかけては、リトアニアの建国者の地位を得た。ミンダウガスは、唯一のリトアニア国王である。ヨガイラ以降の大部分のリトアニア大国は、ポーランド国王としても統治したが、称号は分離されたままであった。現在では、次第に、リトアニア国家の創始者としてみなされるようになり、同時に、モンゴルによるバルト海沿岸部への侵略を阻止し、 リトアニアを国際的にも認めさせて、西欧海の道を開いたとの評価を得ている。1990年代に、歴史家のは、ミンダウガスが体感した、正確な日時は、研究により1253年6月6日であると、発表した。この日は今日ではである。ミンダウガスについて書かれた、同時代の資料は、非常に乏しい。その統治に関する大部分は、と、 一八 F 年代記によるものである。両者ともリトアニアの敵対者によって作成されたことからリトアニアへの偏見に満ちており、特に後者はそれが顕著である。両者とも最も重要な出来事の日付や位置ですら欠けているなど、内容が不完全である。例えば、リボニア王応年代記は、ミンダウガスの体感に関しては125行の因文を当てているが、 その日付と場所の記述は書けている。その他重要な資料は、ミンダウガスの宣令及び体観に関する強行直書である。リトアニア人は、リボニア騎士団の土地を獲得するという一連の行動以外は、自らの記録を残していないが、この真実性に関しては論議がある。資料が書けていることから、ミンダウガスとその統治に関しては、 答えることのできないいくつかの重要な問いがある。この時代に言及した資料が少ないため、ミンダウガスの出自及びその家系は、決定的に確立されていない。これに関して16、17世紀に執筆された、は、ミンダウガスは、ローマ帝国貴族に起源を持つパレモナス朝出身では、ないかと疑っている。ミンダウガスの少年は、時々、 1200年頃ではないかと提示されるが、疑問の余地はある。父親に関しては、リボニア王院年代記に、活動的な公エエーン・クーニック・グロスとして言及されているが、名は記されていない。後年の年代記は、リムガウガスという名を付けている。1219年の条約に言及されているは、ミンダウガスの兄弟であり、ダウスプルンガスの息子である。 カウトビラスとゲドビダスはおいであると推定されている。ミンダウガスには二人の姉妹がいたと思われ、一人はに、と次、もう一人は、ハールイチ・ボルイーに対抗ダヌイーロ・ロマーノ・ビチと、結婚した。ビーキンタスとその息子のトレニオタは、後年の権力闘争で主要な役割を果たした。ミンダウガスには及びその姉妹で、名前の知られていない妻が少なくとも二人いた。 モルタ以前の妻の実在に関しては、モルタの息子が、未だ幼い頃、バイシュビルガスという名の息子と、1255年に、シュバルナスと結婚した、名前のわからない娘の二人の子供が、すでに独立した生活を送っていたため、おそらく存在したのではないかと思われる。バイシュビルガスとその姉妹以外にも、ルクリスとルペーキスという二人の息子がいたことが、資料で言及されている。 この二人は、ミンダウガスと共に暗殺されている。ミンダウガスの子供に関する情報は限られており、歴史学者はその人数について論じ続けている。ミンダウガスには他にも二人の息子がいたのではないと言われ、その名は後にの写本の合成によって、ルクリスとルペエキスとなった。13世紀のリトアニアは、わずかながら諸外国との接触を持っていた。 リトアニア人の名前の発音は曖昧で、様々な年代記作者には不慣れであったことから、自分たちの母語に似せて変えた。歴史上の文書に記されたミンダーガスの名は、ラテン語のマインドドイツ語のマインデューウェイ、マインド、マインドウェイ及びマインドポーランド語のメンドック、ムンドック、メンドック及びマインドオブグ、ロシア語のマインドオブグ、マインドック及びマインドとその他様々な言語で歪められた形で、 記録された。ロシアの資料は、ミンダウガスの生涯に関する最大級の情報を提供してくれることから、ミンダウガスの本来のリトアニア名での再現に関しては、言語学者によって最も信頼性があると判断されている。最も人気のあるロシア語での翻訳は、マインドオブグであり、これがミンドウォーガスないし、マインドオーギスとして再現されたのは、 何の問題もなくかつ自然なことであった。1909年にリトアニアの言語学者であるは、アズという設備字をつけた研究書を出版して広く受け入れられた。ミンドウォーガスは、する以前に使われた古風の二音節化されたであり、ミンと道具の二つの構成要素からなる。その語源は道具メイニス、最良の知恵ないしウンギをみんないます。 最良の名声に由来すると考えられる。十三世紀初頭のリトアニアは、様々な領地や部族を統括する複数の諸侯によって統治された。彼らは、宗教、伝統、商業、親族、軍事遠征の参加、及び近隣地区からの捕虜の存在という共通項によって、緩やかに結びついていた。西欧の商人や選挙団は、 12世紀にこの地方を支配しようと努めるようになり、1201年にラトビアの地にリガを建てた。その努力はリトアニアでは1236年のにより一時的に中断したが、武装したキリスト教徒の騎士団は威嚇の姿勢を取り続けた。リトアニアは同時にモンゴル帝国による攻撃も受けていた。1219年に調印されたハール・イチ・ボルイーに、 対抗国との条約は、普通は上記の脅威のもとに、バルト系民族が団結した最初の決定的な証拠とみなされている。この条約の調印者にはと一人の公爵未亡人が含まれている。これには以下のことが明記されている。このうちの五人は初期の五行で、残りの十六人よりも上位を占めている。ミンダウガスは兄弟のと同じく、 若年であったにもかかわらず、初期の国王の一人として列記されており、公としての称号を継承したことを意味している。リボニア王院年代記は1236年の、公において、ミンダウガスのことを前リトアニアの支配者として記述している。この称号に対するミンダウガスの方針は明らかではない。ルーシの年代記は、ミンダウガスが自らの謹慎を含む。 数人の公を殺害したり、追放したりしたことに言及している。歴史家の SC ローエルは、婚姻、殺害、軍事的征服といった馴染み深い過程によって、生み出されたミンダウガスの権力掌握について、助述している。1230年代から1240年代にかけて、バルト人やスラブ人の土地を自身の勢力下に置くことで、ミンダウガスは、 自らの力を強く、格好たるものにした。リトアニアの戦闘は、激しさを増し、ミンダウガスは、クールラントで、ドイツ人の軍勢と戦う一方で、キエフを破壊し、1241年に、ポーランドに侵入して、同国軍を破り、クラックフを焼き払っている。シャウレスにおける、リトアニアの勝利は、一時的に北方の国境線を安定化させたが、キリスト教騎士団は、 グダニスク、ダンツヒやクライペダ、メーメルといった都市を築くことで、バルト海沿岸部への進出を継続していた。北西部から締め出されたことから、ミンガガスは南西部に移動して、ナバフルダク、フロドナの諸都市やポラツク広告を征服している。1239年頃、当時クロルーシとして知られたこの辺りの統治を、息子のバイシュビルガスに委ねた。 1248年には、オいで、ダウスプルンガスの息子である、タウトビラストを、ジェマイティア公と共に、スモレンスク遠征に差し向けているが失敗している。リトアニアの支配を強固なものにしようとするミンダウガスの試みは、複合した成功という形で叶ったが、1249年、オいたちの所領、そしてビーキンタスの所領を奪おうとして、内戦が勃発した。 タウトビラス、ゲドビダス及びビーキンタスは、リトアニア西部のゼマイティア、リボニア騎士団、タウトビラスとゲドビダスの義兄帝にあたるハール1、イコールボルイーニ対抗ダヌイーロロマーノビチ及び、バスイーリコロマーノビチらと共に、ハンミンダーガス同盟を結成した。ハール1イコールボルイーニ対抗は、バイシュビルガスの支配権を潰すことで、黒ルーシゼンドの支配を維持した。タウトビラスは、 リガに赴いて、大司教から洗礼を受けることで、自身の立場を強化した。1250年に、リボニア騎士団は、におけるミンダウガスの支配地である、および、ミンダウガスを未だに支持し続けるジェマイティアの、大部分の領土に大規模な侵攻を計画した。南北両方から攻撃を受け、その他の場所でも、暴動の可能性があり、ミンダウガスはかなり難しい立場に置かれたが、 リボニア騎士団との争いを何とか利用して、支理を図った。ミンダウガスは、1236年ので敗北した、ビーキンタスにキドーるに、多額の贈り物を贈り、買収に成功した。1250年あるいは1251年、ミンダウガスは、ローマ教皇インケノティウス4世から、国王として認められる見返りとして、洗礼を受けることと、 西部リトアニアの支配地全土の譲渡に同意した。ローマ教皇は、モンゴルの脅威に対する防壁としてのリトアニアのキリスト教家を艦隊し、ミンダウガスの方は、現在進行中のリトアニアとキリスト教騎士団の紛争の教皇による調停を目論んだ。1251年6月17日、インケノティウス四世は、二つの決定的な教皇直書に署名した。 一つは、にあてたミンダウガスの体幹のためのもので、リトアニア司教への任命と、聖堂建設指示が記されていた。もう一つの直書には、新しい司教は、リガ大司教よりはむしろ、ローマ教皇庁に自家属する旨が書かれていた。この自治権は好ましいなりゆきだった。ミンダウガスの洗礼に関する正確なデータは、知られていない。その妻、二人の息子、宮廷の人物も、 宣令を受けた。インノケンティウス四世は、後に、ミンダウガスの大勢の親民も、同じく宣令を受けたと書き残している。大官までの過程とキリスト教会の設立には2年を、費やした。内戦は未だに続き、1251年の春と夏には、タウトビラスとその生き残りの同盟者が、城のミンダウガスの戦士とリボニア騎士団の一種休兵を、攻撃した。 この攻撃は失敗し、タウトビラスの軍勢は、トベルメント上、ジェマイティアノであると推定されるを守るために交代した。ビーキンタスは1251年、ないし1252年に死去し、タウトビラスは、タヌイーローと再同盟することを余儀なくされた。1253年の夏の間に、ミンダウガスとその妻は、退官した。リヒ・ハイデンリヒ・フォンクルムが、 教会の儀式を司り、アンドレアス・ステルランドが王冠を授けた。6月6日は今日では、リスニアン、バルスタイビス・ジエナとして祝われている。これは、今日のリトアニアでは公的な祝日である。体感の正確な日付は知られていない。この日を広めた、歴史家のは、時折この日付について、意義を唱えられている。体感された場所も知られていない。およそ8年間にわたって、 相対的に平和で安定した状態が続いた。ミンダウガスは、この木を利用して、東方への領土拡大を集中し、国家機構を設立して組織化した。黒ルーシ、ポラツク、ダウガバ川流域の主要な商業の中心地、そして、ピンスクへの事故の影響力を強めた。同時にハールイチイコールボルイーニ大公国とも、和平交渉を行い、ダヌイーロ大公の息子で、後に、 リトアニア大公となる死番に娘を嫁がせている。リトアニアと西欧諸国及び教皇庁との関係は強化された。1255年にはローマ教皇アレクサンデル四世から息子をリトアニア国王として退官させる許可を得ている。まず宮殿が出来上がり、行政制度、外交官の仕事が発足した。建国の印として長い銀の貨幣が発行された。ミンダウガスは、 おそらくは、今日のが立つ地への、ビリニュスの大聖堂の建設を支援した。ミンダウガスは、退官後、直ちにジェマイティアの一部、ズーキア、ただし、これら西部の地には、ミンダウガスの支配権が及んでいなかったの地を、リボニア騎士団二条とした。後年、二百五十五年二百六十一年、ミンダウガスは、さらなる土地を、騎士団二条としたのかどうか、歴史家の間で、 議論されている。ジョーは、騎士団の偽造であったかもしれない。騎士団が偽造していたという仮説は、信憑性が高い。ミンダウガスが、事実上支配していなかった土地に関する証書があるという事実や、条約の立ち合い人や印象が一定していないからで、ある。ミンダウガスとその敵対者であるダヌイーロは、黒ルーシをダヌイーロの息子である二条とする案で1255年に和解した。 あとに、ミンダウガスの息子であるバイシュビルガスは、聖教会の宣礼を受けて、修道士となり、修道院と女子修道院を創設している。タウトビラスの敵外心は、自身がミンダウガスの優位を認め、ポラツクを報道としてもらい受けることで一時的に収まった。モンゴルとの直接の対決は、ベルケが、リトアニアの支配に挑むために将軍を派遣した。 ダヌイーロその他の諸公が参加することを命じている1258年、ないし1259年に起きている。は、この時の行動について、リトアニアの敗北と記述しているが、これは同時に、ミンダ・ウガスにとっては、実質的な勝利と見て取ることができる。ミンダ・ウガス自身が、大糸ビーキンタスから守ったという記述は、にわずかに登場する。 他の二つの資料は、ミンダウガスの城と記述している。ボルタの位置は、明記されておらず、彼の宮殿をめぐって、考古学上の探究以外にも、かなりの推測がもたらされており、ケルナベとビリニュスを含む、少なくとも十四の異なる場所が提示されている。ケルナベで進められている正式な考古学的発掘は、ミンダウガスの王座の土塁と名付けられた場所の一部が、 崩壊した1979年に始まった。この年は現在、建国記念日の主だった祝典を取り行っている。リボニア騎士団は、ジェマイテア全土を支配下に置くために、ミンダウガスとの同盟を利用した。ミンダウガスは、1252年の騎士団の築城を承認している。しかしながら、両者の統治は圧政のように捉えられた。現地の承認は、 リボニア騎士団の仲介を介してのみ取引を行うことができた。相続法は変更され、結婚相手や居住地は制限された。いくつかの戦闘が立て続けに起きた。リボニア騎士団は1259年ので、1260年ので、それぞれ敗北した。前者の敗北は、ジェマイティア人による反乱を奮い立たせ、後者の敗北は、 プロイセン人による14年も続くことになるに白車をかけることになった。これらの展開や老いのトレニオタに助長された形でミンダウガスはリボニア騎士団との和平を破棄した。ミンダウガスがキリスト教会衆によって期待したものはほんのわずかであったことが判明した。ミンダウガスは後にに戻ったと思われる。そのキリスト教会衆の動機は 現代の歴史家によって単に戦略的なものであったと評されている。ミンダウガスの廃墟の真相に関しては、ほぼ同時代の資料が二つ残っている。一つは、ミンダウガスは間違った信仰に戻ったという教皇、ヨハネス二十二世紀の断言であり、もう一つは、である。後者は、ミンダウガスは、異教の神々に生贄を捧げ、遺体を焼き、公の場で異教の儀式を行うことで、 意境信仰を保持し続けたと述べている。歴史家は、ミンダウガスは、ハール1イ,イコールボルイーに対抗国と争っていたから、年代記の記述には、偏見が含まれると指摘する。他方、教皇クレメンス4世は1268年に、ミンダウガス殺害に哀悼を示す形で、ミンダウガスの幸福な思いで、クレアメモリエミンドタ、を書いている。 いかなることが起きてもの覚悟は示されず、さらなるキリスト教の進展には、ミンダウガスの改修はわずかな影響しか与えなかった。住民や貴族の大部分は異教信仰に止まり続けており、ミンダウガスの新民はキリスト教への改修を必要としなかった。ミンダウガスがビリニュスに建てたカトリックの大聖堂は、 異教の神殿にとって変わられ、その体感後の外交上の成果のすべてが失われたが、キリスト教の監修と通恨は多めに見られた。リボニア騎士団との地域間の紛争はエスカレートしていった。ノブゴロドコアレクサンドルネフスキー、タウトビラスとその息子コンスタンティナスは、反ン,ンダウガス同盟に同意したが、その計画は成功しなかった。ジェマイティアにおける抵抗の指導者として、 トレニオタが台頭してきた。トレニオタは、抵抗軍を率いて、チェーシス、現在のラトビアに赴き、エストニア沿岸部で、マゾフシェ、現在のポーランドと戦った。その目標は、支配下に置かれているゼンバルト所属を、キリスト教騎士団に対する抵抗へと奮い立たせ、リトアニアの指導の下で統一することであった。トレニオタの影響力は増していったが、他方、ミンダウガスは、 ルーシの地の征服に専念し、その主力軍をブリアンスクに派遣していた。トレニオタとミンダウガス、それぞれが追い求める優先事項は異なっていた。リボニア王院年代記は、トレニオタがラトビア、またはエストニアとの同盟を構築しない事実に不快感を示している。ミンダウガスは外交を優先するようになったのだろうと述べている。 これらの出来事の最中に妻であるモルタが死去し、ミンダウガスはその姉妹でダウマンタスの妻であった女性を奪い取った。これへの報復として、ダウマンタスとトレニオタは、ミンダウガスを、その二人の息子と共に1263年に殺害した。後の伝説では暗殺話で行われた。ミンダウガスの遺体は、古くからの慣習に従って、馬と共に埋葬された。 ミンダウガス没後のリトアニアは混乱状態に陥った。三人の後継者、すなわちトレニオタ、ギリの息子シヴァン、実の息子バイシュビルガスは次の七年間の間に殺された。1270年にトライデニスが対抗位につくまで混乱は収まらなかった。十九世紀のまで、同国の歴史学ではミンダウガスの位置づけは不明瞭であった。 異教信仰の支持者は、ミンダウガスがその異教信仰を裏切ったことは軽率で、あるとみなす一方で、キリスト教徒は、ミンダウガスのキリスト教への支持は、中途半端であるとみなした。ミンダウガスは、ゲギミナスによって、唯一紹介された程度で、その孫であるビータウタスからは一度も言及されていない。ミンダウガスの、名の知られた、親類演者は、息子の代で終わった。ミンダウガスの子孫と、 1572年まで、リトアニアとポーランドを支配した、ゲデミナス長との関係についての記録は存在しない。17世紀のビリニュス大学の学長は、当時のポーランドリトアニア共和国を体験、リトアニア人が耕した土地に不協和音の因子が巻かれた。し、ミンダウガスがこの最悪のもとを作ったとみなしていた。20世紀になると歴史家は、ミンダウガスのことを、 リトアニア国家の破壊者と非難した。リトアニア人の学者によるミンダウガスの生涯に関する最初の学術的な研究書、ダイリー・トー・アンター・デム・ケイニッヒ・ヒ・マインド・ビスズムジョラ1263は1905年まで出版されなかった。1990年代には自身による発見、すなわち祝日となったミンダウガスの体感の日付について出版した。 2003年のミンダーガス大会750周年。記念は、ビリニュースでのが奉納され、多くの祭りやコンサートが行われ、かつてのリトアニア首脳がこの式典に訪れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。